じゃあ、ここまでは、えー、オンライン講座という形でラインナップをいろいろとね、内容とかご案内してきたんだけれども、うん、はい。まあ、あの、CT ピークのサービスっていうのは他にもいろいろあって、うん。まあ、同じオンラインで学んでいただくというスタイルでは同じ側面もあるんだけれども、うん。ちょっとね、今までお伝えしたら、えー、ラインナップのオンライン講座とは違うサービスもいくつかあるので、 その辺をご紹介していきたいと思います。はい。で、まず一つがえ、カルマヨガ実践講座スカイというサービスになるんだけれども、うんはい、このカルマヨガ実践講座スカイはかなり他のものとは、今までのものとはね、だいぶ内容が違う。うん、もうその名の通り実践をメインにした、うん どちらかというと、今までのオンライン講座は、卓久保さんからの配信される講義を、こうね、受け身的に聞いて学んでいただくことが、まあ、主体的なサービスの内容だったんだけど、うん、このカルマヨガ実践講座に関しては、完全にご本人のね、この実践というところを中心にやっていただくサービスなんだよね。うんうん、そうだね。うん。じゃあ、ちょっとこの辺の話を卓久保さんに、カルマヨガ実践講座スカイについてお話を聞いたけれども。うん カルマヨガっていうのはね、もう、タクボが二言目には言うようなね、言葉で。うん。うん。私からの情報をいろいろと学んでいただいている方はね、そんな印象があると思うんでね。もうとにかく、うん、もうどこから入っても最終的にカルマヨガに行き着くみたいなね。そうだね。うん。まあこれはね、著書黎明の結論も同じで、まあそこまでの膨大な情報と、うん、そして普遍意識を悟るというかね。 不変式の自覚に至るために、うん、じゃあどうしたらいいんでしょうって、うん、その結論は何かというと、カルマヨガですよっていうね、そういった結論にもなってるんだよね。うん。うん。まあ、いわゆるその我々の行動として、実在不変式と合一するっていうね、そういう方法なんだけど、うん。うん、まあ、これはね、もう本当に CT ピークが始まった当初から言い続けてたことで、うん。同時に私自身も実践をして、 ていたんだけど、うんうん、でみんなもねすごく同意してくれるわけそうですよねってやっぱり日常生活ですよねって同意してくれるんだけど、うん、でもなかなかね、うん、その真意が伝わってない感覚がずっとあったんだよねうんうんでまあそれはさておき宇宙と一体となる方法って他にないんでしょうかねって <laughs> いやだからって、うんうん、カルマヨガって行動を通して宇宙と一体になるっていう方法なんですよって言っても なかなかやっぱりね、うん、そこにこう刺激がないような、やっぱり印象があったりとかね。うん。うん。なんか、心を込めて一つ一つのことをね、丁寧に日常生活で表現していく行動していくって大切ですよねって、多分、そんなの意味ないですよなんていう人はあんまりいないと思うんだけど。まあ、それはさておきってどうしてもなっちゃうので。うん。うん、でもね、どう考えても、どういう視点で追求しても、やっぱりカルマヨガに行き着くんだよ。この普遍式を悟る方法っていうかね。うん うんうん、じゃあこれを、でもどうしてなかなかそんな難しいこと言ってるわけでもないのにね。うん。伝わるだろうかというふうに考えた結果がこのスカイスクールオブカルマヨガカルマヨガ実践講座だったんだよね。うん、うん。この、カルマヨガって、あの、やっぱりすごくこう、シンプルというか、うん。 なんかこう、一見聞くとね、一つ一つのこと丁寧に愛を持ってやりましょう。ね、一つそういうふうに丁寧に接しましょうって言われても、誰、なんかこう、それを反対する人はいないっていうか、うん。そんなの大事じゃないよっていう人多分いないと思うんだよね。うん。うん。うんで。いや、本当にそうだと思いますって、私もそういうふうに日常を送っていますっていうふうに、結構多くの人がおっしゃるなぁと思うんだけれども、うん。でもね、そのことと、 不遍意識に目覚めるっていうことが合致してないっていうのかな。うん。うん。え、な、なんでそれと不遍意識の目覚めが関連するんですかっていうのが、ちゃんとこう理解が、な、なんていうのこう繋がってないっていうか。うん。やっぱりなんか不変意識に目覚めるっていうと、なんかすごくなんかもう仏のような人になるみたいなね。<laughs> やっぱりそういうイメージがすごくあって、まあそれは外れてはいないんだけれども、うん。 じゃあ、そこへの最短距離って言ったときに、もうなんか、なんかのすごいね、なんか、非日常体験ですかとか。<laughs> やっぱりこう、うん、どうしてもそっちの方に意識がいってしまう、うんうん。やっぱりこの日常のことに一つずつ向き合うっていうことが、実はいかに難しいか。うん、私たちは日常をいかにこう、惰性で過ごしてるかっていうのが、うんうん、みんなね、なんか、想像以上に気がついてないというかね。うんうん うん、だそれをこう、実際にカルマヨガを学びましょうなんて、え何を学ぶんですかって、うん、多分普通の人は思うと思うんだよね。うんうん、じゃあその辺を、な,なんでどう、何を学ぶの、ここでっていうのをちょっとさ、田久保さんから説明してもらうといいかなと思うんだけど。うんうん、そうだね。まあさっきも言ったようにね、不変式識を悟る、その自覚に至る方法はカルマヨガだって、理屈では到達するんだけど、 うん、しかもね、まあ、伊達にこういう世界のことを、もう20年、<laughs> まあ30年やってないよ、うん、タクはね。もういろんなことやったから。もう瞑想、しかりね、うん、いろんな内観法もやったし、ありとあらゆるね、そのスピリチュアルな世間であるね、いろんな手法をね、一通り学んで実践した結果、カルマヨガに行き着いたわけ。で、うん、まあ、行き着いたっていうかね、まあ、あの、もう本当に冷静に考えれば考えるほど、そこにもう行き着くんだけど、でもやっぱりね、うん なんでそれが浸透しないのかの一つのものはね、さっき原さんも言ったけど、それ、それと、普遍意識とカルマヨガがなかなか結びついてないことも一つ。だからこれは、やはり、一つ一つね、その辺の理解を深める講義をする必要があるなっていうこと。うん、だからそ、そういうこともね、あの、実際ビデオで講義としてもお伝えしてる。でもね、うん、もっと大事なのは、やっぱりね、じゃあ、タクボも実際自分で実践すると、こんなシンプルなことが難しいんで、うん、実は。 ものすごく難しいの。うん、あのね、うん、強烈にエゴが邪魔をしに来るわけ。エゴ、つまり個人意識、うん、自我意識というものが、うん、そんな単調でつまんないものよりもっとこっちの方が刺激があるぞとか、こっちの方が面白いぞとか、そんなことやっててもなんか意味があるのかとか、じゃあそんなことやって成果が出たのかってね、常にね、こういろいろと囁きかけてくるわけ。うん、邪魔しに来るんだよね。うんうん、そういう手法なんだよ。カルマヨガって、うん この結果というものに執着しないっていうね、まあある意味人間にとっても最も難しいとも言える。でもそれこそが下脱の本質なのね。うん。だからね、難しい。でも、でも、そういう難しい側面をどう捉えて、どういうふうに向き合っていけばいいのかというね、ノウハウが実践とともに蓄積されたんだよね、宅部の中にね。うん。だから、例えば黎明の中にもカルマヨガの章があるんだけど、あそこは、その事例といろんなその理論は書いてあるけど、 実際に足原美穂さんが自分でカルマヨガをやって、ぶち当たった壁、そしてそれと同時にそこを乗り越えるノウハウ的な、うん、そういう角度での情報はないわけね。うん。あ、そこはじゃあ、田久保担当だなと思って、実際にやったけど、田久保ももうそれはそれは大変な、もうずれまくったわけ。<laughs> もうエゴの誘惑に、エゴにいろいろとね、もうカルマヨガなんか意味があるのかよって、俺が間違ってるのかなとかね。うん、<laughs> でも、そういう時に一つ一つ、あ なるほど。こういう仕組みが働いて、こうなったから今自分はそこに対して嫌になっちゃったんだなとかね。まさにエゴのトラップにはまってるんだなってことが分かって、うん、でも、あ、こうしたら抜けられるじゃんとか、こういう時はこういう捉え方とともに、こういう時間的、空間的なね、いろんなその物差しにとらわれずに対処していけばいいじゃん。 で、結果こういうふうになったじゃないっていうのがあったので、それをね、一つ一つ、まさに多くの人がつまずくであろうポイントの仕組みと対処策というものも、あの、一個一個ね、積み上げるように講義を作ってたわけで、うん。で、この講義を焦らずに、とにかく、じゃあこれから1ヶ月間はこれやってって。で、実践して、そして実践するだけだとおそらく、もう多分に漏れずみんな、 タクボが引っかかったと同じようなところに引っかれるので、うん、もうダメですが、もうなんかもうやる気なくなっちゃいましたとかってなるから、うん、オッケーって、いいねって。もうどっちかっていうとね、もうカルマヨガなんかよくわかんないですとか、むしろ苦痛ですとかってなったらね、いいぞって思うわけ。なぜなら真剣に向き合った証拠なんだよ、うん、それ。うん、あの、いや、カルマヨガって大事ですよね。一つ一つ心を込めて丁寧に、もうすごい大事ですよねって。 分かっちゃえるけど実践しない人はね、そんな発言になる場合が結構多いわけ。うん、あの本当に向き合うとね、もうや投げ出したくなるわけ。あのうん、要は、エゴが邪魔してくるから。だ,うん、だからそこで、でもそれでいいんだよってことを伝えてあげたり、あといろいろとね、うん、ご相談に乗らせていただいて、次に結びつけるような、いわゆるコーチングをするんでね、個人セッションする。うん そこまでがワンセットの。うん、知って、うん、やってみて、つまずいて、で、そのつまずいて、オッケーだよって言って、でもこうだよって、じゃあ次のステップ行きましょうって、また次の講義が配信されるみたいな。これはね、半年間少なくとも、うんうん、やっていくっていうね。だから、うん、理論と実践してぶち当たる壁と、そしてそれをケアする個人相談、うん、オンラインのね。うんうん、これをずっとと延々と 積み重ねていくうちに、だん,だん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 その理論も積み重ね、まあちょうどこのスパイラルを書くように上昇していって、そして一生ものにしていただこうというのがね。うん。うんそのためのサポートが、このスカイのね、ポイントだよね。うん。なんかこう、スピリチュアルな情報に限らないと思うんだけど、うん、こう知識欲を満足させる講座ではないんだよね。どちらかというと。そうだね。そう,だねうん、うん。やっぱりこう、 なんか、どっちかというと、まあ、あなるほどね、と思うところはあっても、なんか、うん、まあ当たり前のことを当たり前にただやるだけ、出される課題もね、うん、もうどちらかというと、そんなに難しい課題じゃないから、うん、うん、できるできるって、こう、高をくくるんだけど、うん、でも、本当にそれをちゃんとやれてるかって言われると、うん、やっぱりなかなか難しいものがあって、うん、だからこの、やっぱコーチングが肝なんだよね。その、うん、コーチングを受けるっていうふうに、こう、 例えば、じゃあ講義を学びました。1ヶ月後そのコーチングを受けますって言うと、うん、もうとりあえず1日でもいいからやっとかなきゃっていうね、うん、宿題やっとかないと次にね、うん、あの面談できないわみたいな感じになるから、うん、それが結構重要なんだよね。うん、だからこう、うん、あの講義を聞いて、うん、うん、わかりました。では絶対完結しない。もうまさに実践してもらわないと成立しないっていう、うん、ちょっと CT p ーの中ではまあ異色の講座というか、うん、でも、 これは、やっぱり、こう、やった人じゃないと、この価値は分からないと思うんだけど、うん、やると、とんでもない、こう、あ、全然分かってないことが分かりましたって、自分が分かってたつもりになってただけで、知識欲だけ、ね、うん、満たされて、うん、実践に全然映せてなかったってことが分かりましたっていうのを、こう、まざまざと、うん、まあそういう意味ではね、ちょっと辛いプロセスももしかしたらあるかもしれないけど、うん、ね、こう、そういうできない自分と向き合わなきゃいけない時間もあったりするから、うん、でも、かなりこう、 なんていうか、推進力になる講座というか、そういう側面はあるよね。ねうん。うん、だからね、多くの人がつまずくであろうポイントをね、お,およそ一通り全部タコボが経験してきたから。<laughs> うんうん、だから、偉そうなこと言ってるように聞こえるかもしれないけどね、ほとんどね、もう挫折寸前まで言ってるわけ、いろんなこと。だけど、ここでは、うん、まあもっと言うと魂では、これだって分かってる自分がいることも事実なんだよね。だから必ず抜け道があるはずだ。うん、むしろ、これはこれから、この、 壁はこのあとカルマヨガをね、タクボとの縁で学んでいただく、実践していただく方々のために、俺がまず一回率先してつまずいてるんだっていう、そういう受け止め方をして、実際そうだったんだけど、うん、だからね、うん、今はね、おそらくこのカルマヨガ実践で、まあ、これもおこがましい言い方かもしれないけどね、<laughs> もうかなりのプロフェッショナルだと思うよ、その、うん、コーチングする。あの完璧にはまだできてない、正直タクボも。でも、うん、そこに近づこうと日々毎日意識し続けてることは間違いない。でも、うん、だから、 伝えられるんでね。だから、うん、だからね、何言われてもね、あの、あ、大丈夫、それ俺もやったわとか、あ、そういう、<laughs> そうでは、その気持ちわかる、なぜなら。でも、それを乗り越えつつあるんだよとかね、もう実際にクリアできる方法があるよっていうことを伝えられるっていうね、うん、そういう形だよね。うん、だから、本当はね、カルマヨガこそ、その実践のサポートこそやんなきゃなってずっと思ってたような気がして、うん、だから、これは、まあ、まさに田久保の一つの、 役割、ライフワークのね、一つだなって捉えて。うん、じゃあ、カルマヨが大事なの分かったけど、どうやってやるのよって。うん、やってみたけど、全然何も起きませんとか、大変 <laughs> <laughs> ですとか、<laughs> 忘れちゃいましたとか、いう人たちに対して。うん ちゃんとね、そこをケアしながら継続していただくサポートだよね。うん、うん。そうだね。うん、まあ、カルマヨガ、うん、分かってます、私やってますっていう人もいらっしゃると思うんだけれども、うん、でももしこれが365日24時間できてたとすれば、もうその方は大使なので <laughs>。まさにそうだね。<laughs> うん。だからやっぱりそれをこうね、そうできる時間を少しずつ、こう、増やしていくと、うん、日常のこのあり方がどん,どんどんどん変わっていくってその後押しをするような、うん、そういう行動だよね、うん。そうだね。うん。 じゃあ次は、面白スピリチュアル基礎講座ベースというサービスについてお話ししていきたいんだけれども、はい。この面白スピリチュアル基礎講座ベースは、いろいろこのね、これができるまでの経緯があって、うん。一つは、オンライン講座の上級編の、ライトワーカーのための特別講座、まあ通称タスクルっていうのがあるんだけれども、うんうん、それみたいに、こう、気軽な感じでね、 さんと私がこう話しながら、うん、だけどスピリチュアルな基礎的なことを学べるという、うん、そんなものを作りたいなっていうのがあって、うん、やっぱりスピリチュアルの情報って難しいというか何かね不変意識とはとかなんかそういうところから入ると頭がぐらぐらするっていうようなタイプの人もいると思うんだよね。うんうんそう うん。それよりもなんかもっと身近な、え、こういうのってどうなの世間ではスピリチュアルってこういうふうに言われてるけど、それってどうなの実際はどうなんですかとか、え、こういう時はどういうふうに理解すればいいんですかとかあの、宇宙人って本当にいるんですかとか、<laughs> なんか例えばだけど、そういうなんか、ね、こういうふうな情報を聞いたけど、それはどう捉えたらいいのとか、スピリチュアルな情報に対するいろんな疑問とか、ね、一般的に言われてる、なんかこう情報の受け止め方とか、誤解とか、 そういうのを、なんかこう、面白おかしく学びながら <laughs>、こう、うんな、だんだんこの理解を深めていってほしいみたいなね。もっともなんかすごくこう、うん、ライトな感じのものが欲しかったんだよね、私。うん,うん。うん。で、まあ、たく保さん提案して、で、じゃあそういうことでやってみようかって言って始まったのが、実はこのペース。だからどちらかというと、うん、これを講座は珍しくて、私発信の、ね、うん、私からたく保さんに提案したような、うんうん、そういう内容の講座なんだよね。そうだね。うん。うん このベースについて田久保さんからお伝えしたいことってあるかな、うん、やっぱりねこれは田久としてはあ,あそうなんだっていうね感覚があったんだけどやっぱりね、うん、話がぶっ飛んじゃう時があるっていうか、うん、あの例えばね自分としては当たり前だろうって思ってるようなこんなの当たり前じゃんっていうようなそんな姿勢で皆さんに情報は伝えてないんだけどでもやっぱり無意識のうちに、うん、もう自分としては納得してるものを前提として話が進んでしまって、うん。<laughs> 気がついて後ろ振り向いたら誰もいないなんてこともあったりする。いわゆるもうクエスチョンマークみんなの頭の上にね浮かびまくってるみたいな。そういうようなニュアンスのこと、フィードバックがあるときもあるわけ。まあこれはね、うん、お客様とか、原さんからもそういうふうに言われてることがあるので。うん、で、あのよもやま話とかもそうだし、まあ、タスクルなんかもそうだったんだけど、原さんを話しててで、原さんと私のこの、まあ言ってみれば仲間内だから遠慮なく突っ込んでくれる。うん <laughs> 講義とかそのトークイベントとかね、ああいうところだと、うん、まあこんなこと聞いたら失礼かなとかね、こんなこと聞いたら私なんか変なに思われちゃうかしら、うん、レベルが低いと思われちゃうかしらとかって、いろんな変な、こう、なんていうのかな、うん、妄想で、言いたいけど、質問したいけど、確認したいけど、言えないっていうことが、うん、まあ、一般的なね、うん、あの状況としてあると思うんだよね。うん、でも春様それ、原さんはそこは、そうは言ってもさとか、うん、でも多くの人はそういうふうに思ってないよとか。 <laughs> そうやって、この、いわゆる、これね、なんていうのかな、ヒゲしたりとかそういう意味で言うんじゃないんだけど、いわゆるその一般視点というか、地上視点というか、まあ、あえて言うならその霊的視点とこの地上視点の橋渡しをしてくれるんだよね。 私も別にあの、そんなの無視ってやってるんじゃなくて、そういうふうに投げかけがあったら、うん、ああ、なるほど、そういうふうに捉えちゃうこともあるよね、と。だとしたら、こういうふうに捉えることもできるよ、うん、とか、ああ、なるほど、うん、そこが引っかかっちゃう場合があるのか、っていうふうに。だとしたら、ここからステップを踏んでいくといいんじゃないのっていう、新たなボキャブラが出てくるんだよね。うん,うん、うん。だからね、その役割を原さんがつないでくれてるっていうか、まさ、あまあ、に地上担当してくれてるから、うん、宅母としても新たな視点の いろんなこう表現とか、ボキャブラが出てきたりとか、結果的に学んでる方は、たくぼが言ってることは、確かにそうだなって思う反面、でもさ、っていうのもどこかにある。でも、そんなことを思っちゃう自分ってダメなんじゃないかって、自分でこう、処理しちゃう場合があってね。それはね、あんまり良いことじゃないです。でも、そうは言ってもさっていうところは課題なんだよね。だからそこをクリアしていく必要があるけど、でもね、それもね、どう表現していいか分かんない場合があるのを、 原さんが的確に表現してくれるわけ。うん、その質問とか疑問として。うん、これこれこういう時どうなのって。で、そこにタクボは答えていくから、うん、結果、非常にこう幅のあるっていうのかな。うん、この天と地をつなぐこの接点をね、しっかりと明確にできた教材になったのかなと思うよね。うん、そうだね。うん、もうタイトルの通り基礎講座なので、うんこう、かなり、なんていうのかな、平易な言葉で。 うん、例えば、すべては愛ですよって言われても、いや、もう言ってることはわかるんだけど、でもそうは思えない人もいるよね、とか。例えばね、うん、なんかもうあなたは完璧で、完全で完璧ですよって言っても、まあ、本質はそうって言われても、やっぱりよく理解できないよとか、うん、いや、あれってどうなのとか、なんか、うん、田久保さんの言ってることはよくわかる、だけどなってこう、もやもやと。 どこかに、でもこう聞、聞いていいのかなとか、うん、どうやって聞いたら、えー、分かってくれるかなとか、うん、やっぱり言い出しにくいっていうのすごくあるから、うんうん、なんかね、これはどちらかというと私が過去、私はもうスピリチュアルな情報ってもともとは苦手、嫌い、もうどちらかというとお近づきになりたくないっていうタイプだったので、じゃあなんで私がそういうふうに、こう、スピリチュアル情報に対してこうブロック 精神的なブロックをかけていて、こう、毛嫌いしていたのかっていうことの理由が、実はここの、この面白スピリチュアル基礎講座ベースの中に、うん、こう、ふんだんに盛り込まれてるというか、あ、そこが腑に落ちなかったから、なんか怪しい情報だとか、うんうんえ、なんかそんなのなんか嘘っぽいよっていうふうに思っちゃってたんだなっていう。うん、だからこれは結構ね、こう、本当に、 うん。スピリチュアル情報になんとなくちょっとこう、ちょっとまだこう、半信半疑みたいな人には、すごく理解しやすい講座なんじゃないかな。うん。うん、そうだね。うん。そんなふうに思うよね。うん。理解したいんだけど、そこに真理があるとは思うんだけど、でも、何か抵抗があったりとか、そうだね。何か引っかかりがあるけど、その引っかかりそのものを、 こう言語化できないとか、自分で、なんかまさにもやもやとしてでしか捉えられてない,てい、うん。そうそう,そ,う,そ,うそのもやをね、うん、まあまず明文化して、言語化して、しかもじゃあ,、うん、あ、だとしたらこういうところを抑えるとどうだろうかっていうふうにね、あの、自分の内側にその真理を晴らすヒントをね、投げかけている、うん、そういったビデオになってると思うので。 そうだね、うん。そういう、あの、だからね、もったいないんだよね、あの、本当に、霊的心理に本質があるから、いろんなものの。うん、物質的な次元だけで見てるから、なんでだろうって、理不尽だ、うん、不条理だ、こんなことがなんでってなるんだけど、もっとこっち側から、つまり霊的視点から全部を見渡したら、あ、なるほど、だからこうなってるんだ、叱るべきなんだな、こういう意味があるんだなってわかる。そこをね、うん、ちゃんもうここまで、そこにあるんだってわかってるんだけど、でもね、やっぱりなかなかそこが表現しきれてないから、 怪しい世界なんじゃないかとか、うん、結局は現実逃避、自己逃避なんじゃないかとかね、うん、いろんな変、あの逆の意味の言い訳でまた地上事件に引き戻されちゃう場合があるわけよ、うん。そうじゃなくてね、あ、やっぱりそうだったんだ、そっちに本質があったんだっていうことのいざないというか、霊的な真理に、うん、えこうね、お迎えするような、その橋渡しになってる、うん、そんなね、講座なんじゃないかなと思うよね。 そうだね。うん、なんかこう、スピリチュアルとか精神世界のふわっとした情報と、こう、うん、今の目の前にある現実とか、かけ、うん、離れているどころか、もう完全に、そここそが、うん、もうね、すべてこの日常生活そのものがスピリチュアルであり、うん、スピリチュアルそのものがもう日常生活のすべてだよっていうことが、ピタッとこう、うん、この講座をね、理解すると、こう、合わさってくるといいな、なんて思いながら、うん。提供してるよね。うん、そうだね。 だからね、もう本当気軽に楽しく、まあ、タグボはね、自分一人で喋ってるとね、リラックスして話したいと思ってんだけど、やっぱりこう真面目になっちゃうっていうところがあってね、その面白くユーモアあふれた話っていうのちょっと難しいんだよね、これはタグボの課題なんだけど、でも手伝ってもらうと、こうやって、原さんみたいな人にね、こう、地にこつないでもらうっていうか、そういう接点を持ってもらうっていうのかな、そういう投げかけがあるとね、結果面白いものになるっていうか。そうだね。 まあこの何かね、かしこまって勉強するっていう、そんなね、感じじゃなくて、気軽に聞いてるけど、自然とスピリチュアルの本質、基礎というものが身につくようなね、うん、そんな講座になってると思うよね。うん、そうだね。うん、ちなみにちょっとだけ形式的なことを話すと、このベースに関しては、他の講,講義の、このオンラインの講座とかとは全然違くて、もう本当にい一本のビデオが30分とかすごい短いね。こう 話になっていて、まあ私とたくモさんのとこの掛け合いでね、こうやる、本当に短いビデオが、こう何十本もある。まあ、ざっくり30本、ね、皆さんにも提供して、それをこう自分の興味のあるところから、あ、こんな話聞いてみたいとかっていうところから、こう自由にね、見ていただけるような、もう全然他の講座とはスタイルの違う。だから本当勉強っていうよりも、なんか興味のある YouTube をこう検索して自分でこう見てるみたいな、なんかそんなイメージで、こう自然とね、 についてもらえるような、そんな形式になっています。はい、でね、今ご案内した、このカルマヨガ実践講座スカイという、まあ、カルマヨガをね、学んでいく実践ベースの講座、まあ、コーチングスタイルのね、講座と、それから、えー、面白スピリチュアル基礎講座ベースっていう、これはまあ、スピリチュアルな情報を面白くね、 こう、YouTube のチャンネルを見るようなイメージで、こう、楽しく学んでいくっていう、私とタクボの掛け合いのこのビデオをたくさんね、見ていただくような、この二つの、この講座っていうのは、実は、こう、二つそれぞれね、こう、組み合わせていただくと、より相乗効果があるかなと思って、どちらも基礎的な、このスピリチュアルな、このね、学びにとって欠かせないし、でもスカイはどっちかというと、実践だから、 こう、情報として学ぶという感じではない。で、ベースの方は、こう、情報として逆にね、こう、ああ、なるほどねって、こう、視野を広げていただく側面はあるけれども、実践という意味ではあんまりこう、提供してないので、それをこう、二つ一緒に学んでいただいたら、より効果的になるんじゃないかなと思って、実はこの二つは、パックとしてね、ちょっとお安くお申し込みいただけるようなスタイルになっているんでね。はい。はい。まあ、その、スカイはね、 まさにその実践、日常の実践、まあ結論的なところでね、まあ頭でっかちになるんじゃなくて、うん、実際自分の実践を通して本当の理解を深める。うん、でもその理解というものを支える、まさにベースとなるもの。まあまさにベースでね、うん、あのこのスピリチュアル基礎講座で、うん、自然と、だからこう、どちらかというとね、この本格的に学習をするっていう印象は、オンライン講座の各ラインナップね、うん、ピーク塾とか SSK とかね。 ベスト塾とか。うん、で、このベースとスカイは実践とそれから気軽に学ぶ、もうちょっとね、だから最初の入り口としてもいいんじゃないかなって思ってるぐらいなんだけど、うん、でも自然と理屈、理論も身につき、でも実践する、うん、そして実践でいろいろと深まった理解を言葉や理論的なスピリチュアルのね、本質的な理解に結びつける、その橋渡し的な役割として、 ベースがあるっていうね。そんなバランスを感じてるんでね。うん、だから気軽にこれからスピリチュアル学びたいって言ったら、うん、このスカイベースで、それを入り口にしていただくのもおすすめかなと思うよね、うん。そうだね。うん。じゃあ次にね、ご案内したいのはね、スピリチュアル創造スタジオスピゾーというサービスなんだけど。はい。これまた CT ピークのサービスの中では異色のサービスなんだよね。うん、そうだね。 うん。まあ、唯一と言ってもいいかな。うん、そうだね。うん。うん、これ、あの、ラジオのようにね、こう、音声の、まあ、ほとんどのね、たくぼさんのこの講座っていうのは、まあ、こういうふうにビデオでね、皆さんに見ていただくスタイルが多いんだけど、うん、これは唯一、音声で学んでいただくオーディオ教材なんだよね。そうですね。うん。じゃこのスピゾーについて、ちょっとたくぼさんからお話ししてもらえますか。うん、まあ、このスピゾーはね、 まあ、スピリチュアルの百科事典みたいなね、そんな役割になればいいなと思ったんだけど、いろ、うん、んな項目、側面っていうのかな。それをね、うん、とにかくたくさん用意したかったっていうのがあるんだよね。うん、で、そもそもの発想はね、やっぱり我々人間は、いろいろ人生の中で壁にぶち当たったり、悩んだり落ち込んだり、困難なね、うん、局面にこうね、直面したりするけれども、 でもね、必ずそのことを通して必要な学びができたり成長できたり、まあまさにそれを乗り越えていくことはできるんだよね。まあよく言う言葉でね、うん、乗り越えられない壁はないとか、神はね、必ず我々に乗り越えられるいろんな課題を与えられてるんだよとかね、言うけど、でも実際はそんなものあるのかなって思ったりするかもしれないけどね、本当にあるんだよ。しかしそれは自分のある一方的なものの見方では 見れない場合があるだからね、うん、こっちから見たらどうかな、こっちから見たらどうかな、上から見たら下から見たら、あらゆる次元からその問題に向き合うヒントがね、ご提供できればいいなっていうのが一つの発想なんだよね。うん、で、それはどこにあるかっていうと、たくぼも多分に漏れず、いろんなこの自外式の物理的な、物質次元的な視点からいろんな壁にぶち当たることはいっぱいあるわけ。でも、うん、これはそこに行って、そこで、 この問題をどう排除できるか、成長できるか見なかったことにするかって、そういう対処の仕方はいっぱいあるけど、そうじゃない。多次元的な見方をするためのね、いろんなカードを持ってるわけ。あの、イメージとしてはカード。あ、うん、これはあのカードとこのカードとこのカードとこれを合わせ技するとこういうふうに見えるなって。そう,そういうのがきっかけとなって自分の内側からね、うん、本当にその向き合い方とか、クリアの仕方とか、まあ、そもそもなんか問題じゃない,ないじゃんとかね、いろんな形でクリアできてて、うん たくぼの個人セッションとかそのカウンセリングってほとんどそういう形式でアドバイスしてたりするんでね。ああ、なるほど。そういう場合は、こういうカードとこういうカードとこういうのをちょっと合わせて見てみたらどうですって。そうするとね、もうそれで、うん、ああ、はいはいって感じで自分から答えを出していただくなんてことがあるんだよね。うん、だからそういういろんな自分の内側の心理をこう呼び覚ますためのもうものすごくたくさんのね、側面のカードを 提供できるよね。そういうイメージで音声のファイルをね、うん、収録した。そんな感じだよね。うん。確かにね、こう、このスピリチュアルの情報、まあ、スピリチュアルに限らないのかもしれないんだけど、うん、例えばなんかこう、こういうふう こういう問題があったとして、じゃあこういうふうに理解しましょうと言われると、え、でも、だったらこのは、この前言ってたタクさん、あの話と矛盾してませんかとか、うん、なんかそういうようなこう質問というかね、疑問を抱く方も結構いて、うん、やっぱりこう、きちきちっとこう、これはこれ、これはこれっていうふうに、こう、分解できるものでは実はないじゃないだか、うん いろんな角度からのことがこう多面的に総合して、うん、あじゃあこれってこういうこととこういうことを重ね合わせるとこういうことかっていう、自分から答えを引き出すためには、いろんな角度からのこの、なんていうのかな、情報というかね。うん、その辺がこう整頓できてないと、本当の意味で答えを導き出すのが難しいという側面は間違いなくあるよね。そうだね。うん、うん。だからね、一直線じゃないんだよね。 いろまさに多面的な側面から、その多面的な側面をつなぎ合わせて頭で答えが出るんじゃなくてね、そのことによってここから引き出される感じだよね、イメージだし。自分から。で、これね、今思うとね、240項目以上、244項目かな、今、あるんだけれども、冷静に考えてみるとすごい数だなと思うんだよね。そうだね。最近ほら、ラジオとかでもたく保さん、いろんなね、あの オーディオ系でこう情報を提供してたけれども、この当時244項目を提供してたんだよね。で、これがね、例えばなんかこう、すごく、本当にこれ多面的だなと思うのが、うん、例えば自然食や菜食主義がいいと聞きますがどうですかとか、うん、<laughs> そんなね、こう、すごく日常的なことにも答えてるし、うん ねえ、なんかこう、悪い波動を良い波動に切り替える方法を教えてくださいとか <laughs>、うん。かといえばなんか、不変意識とは何ですかとか、もうなんかすごい直球のやつから、うん、本当にこうなんか、日常にもう、本当に日常の目の前のことへの質問への答えから、うん、すごく精神世界スピリチュアルのね、 話の答えからっていういろんな角度でタコさんが話してるから、うん、まあこれをね、もう繰り返し朝から晩まで聞いたら、もう相当スピリチュアルオタクというか、うん、相当な知識がこう自分の中に蓄積されるんじゃないかなと思うよね。そうだね。これ、うん、ね、確かに結果として知識は身につくけど、うん、実は、 あの、それがきっかけで自分からいろんなアイディアとかひらめきとか、今まさに直面してる問題、うん、課題、悩みを切り抜けるヒントが、そうだね、あともうね、全然違う次元から見れたりとかってね、そっちがね、かなり大きな生活だと思うんだよね。うんうん、うん。あの、これね。 例えば自分で話してることだけど、自分で聞きながらね、ランニングしたりね、ちょっと長距離の車乗るときとかね、一、うん、回あの、それこそ八ヶ岳に行くときなんかね、ずっとこれ、カーセルから流してたらね、その時抱えてたね、うん、あの問題とこの問題とこの課題とってかのね、もう八ヶ岳着いたら全部解決してたなんてことがあるわけ。<laughs> うん、つまり自分だから、あ、こうすりゃいいじゃんとか、あー、その視点があったかとかね、自分で言いながら、そういう効果があったりするんだよね。うん あの活用してる人なんかね、あ毎朝あの、カルマヨガを意識しながら、掃除しながら、このスピードを聞いてたら、なんかね、うん、もう本当にさらにこう心を込めてできるようになったりとか、その自分がやってることの意味を感じられて、これすごいなんてね、あの感想いただいた方もいたし、うん、まあ、その電車で通勤してる人にね、ちょっとした、もう5分、10分とかね、うん、そういう時間でもいいし、家事をしながらと、まさに掃除をしながらでもいいし、そのながらでね、あの、うん、ながらで学んでいただいて、 その気軽な気持ちでやるから自分の内側からちょっとしたその刺激がきっかけで自分の内側から答えが心理が示さ,示されるみたいなね。そんな効果もあるよね、うん。うん。そうだね。これ確かにそのね、ながらっていうのをこう結構コンセプトに置いてるんだよね。うん。だからこう、他の講義だとやっぱりこうビデオがあるから、こう、うん 画面をね、まあ、スマホなりパソコンなりでこう見て、こうやってこう椅子に座って学ばなきゃいけないっていうようなイメージがあるけど、うん、これはやっぱりこうかけながら自然とこう流しておけるので、うん、まさにお掃除しながらとか、うん、通勤時間とか、うん、しかも一本のこの音声がね、5分とか10分とか、うん、まあ時々で長い20分くらいのもあるけど、まあそ,そんなに長くない、ね。うん、かなり短いものも結構あるので、うんもう、本当についでにとか聞きながら何かをしながら、 っていう感じでできるっていうのが結構コンセプトで、うん、でも面白いのが、例えば本とかもそうなんだけど、例、うん、名とかでね、よくなんかこう、うん、今なんか問題直面してどうしようかなって言ってピッて開いたら、あ、ここに答えが書いてあったとかってあるじゃない。あれに似てて、何気なくかけてたら、うん、あ、私昨日まで悩んでたあれってそうかこういうことかっていうヒントが、ポロンとその、うん 240項目かピンポイントで選んだわけじゃないのに、うん、たまたま聞こえてきたその音声の中にその答えのヒントがあったとか、うん、そういう体験してくれてる人も結構いるよね。いるね。うん。だね、うん、これあのまさにスピリチュアルな一つのね側面として偶然ってないって。偶然っていうのは部分で見ると、うん、あ偶然って見えるけど全体から見るとちゃんと叱るべくしてそれが起きてるっていうね。うん、この理論を当てはめたらそれね叱るべきなんだよ。つまり今、うん、まあもちろんね自分の中で 今この直面してる答えが知りたいなっていう思いとかね、何か切り抜けるね、ヒントがあればいいなっていう思いがあればあるほどいいんだけど、より正確なね、そういう、こう引き寄せっていうのかな、あの、共鳴が起きるんだけど、だから必ずね、もう適当でいいからね、このシャッフルしてね、これスマホに入れて、パッてやって、うん、ランニングやってる時それやるよ。パッてやって、本当にね、こう止まったところ、その再生されたね、ところに、今自分に必要なメッセージがあったりとかね。 ヒントがあったりとかってするのでね、うん、そういう使い方でもいいし、これもね、うん、本当によし、勉強するぞっていうことじゃなくてね、自然と気がついたら細胞レベルに浸透してくるようなね。で、うん、今度ね、自分で見つけられるようになるわけ。この、うん、自明を法刀明って言葉がすごくね、共鳴してるんだけど、お釈迦様がね、もう、この物質次元去ろうとしてる時に弟子のアナンダがね、もう、お釈迦様死んだらどうするんですか、僕はって言ったら、もう自刀明法明を 自らの内側に私、つまり普遍式を見出し、そして法、この宇宙の法則をねに基づいていきなさいって。で、うん、ただね、その一つの刺激になればいいなっていうのも、この開発した時のね、うん、ポイントなんでね。だからね、これがね、身についちゃうとね、今度まさに自刀妙、法刀妙で、この人生に向き合えるようになる。ちゃんと自分の中に完全性を見出し、そして法則に基づいたものの捉え方、理解の仕方整理の仕方が自然と身についてくるので、これは本当お勧すすめだよね。うん うん、では最後にね、普遍式瞑想セミナー、ダウンロード教材というものについてえお話をしていきたいなと思うんだけれども。はい。まあ瞑想っていうのはね、結構多くの方が、最近で特に瞑想に興味を持つ方とか、実際自分でやってみようと思う方って結構いらっしゃると思うので、うんまあ、瞑想って聞くと、あ、ちょっと、ま、学んでみたいなって思うてると思うんだけど、うん この不変意識瞑想というこの、まあセミナーなんだけどね。うん、これについてちょっと高尾さんからお話しいただこうかなと思うんだけど。あ、はい、うん。そうだね。瞑想がどうやらいいらしいっていうことは、多くの人にね、浸透してる昨今だと思うんだけどね。うん。でもね、続けられてる人がいるかって言ったら非常に少ないと思うんだよ。 よくね、それこそね、うん、この朝のなんかバラエティ番組とかいろんなニュースとかでも、時々ね、今、企業でも瞑想が取り入れられてますとかね、じゃあ今日はそういう先生呼びしてますから、やり方を教えてもらいましょうとかってね、ねそういう特集があったりするんだよね。で、あうん、多くの人がこれ見てるんだなって思いながら見てんだけど、何ヶ月か経っ,った後ね、うん、果たしてあのテレビ番組見た人が今でも続けてられてる、続けられてるだろうかって思うとね、多分やってないだろうなって思うんだよ。<laughs> それはね、うん、やっぱりね、なんかのテクニック的な、ノウハウ的なね、 そういうものを、まあ何かちょっとリラックスできればいいなとか、集中力が増せばいいなとか、確かに増すんだよ。ちゃんとやればね、正しい理解のもとに正しくやれば、すっごい効果的なんだけど、多くの人は続けられてない。な、うんでかっていうと、やっぱりね、その正しい理解のところ、本質。うん、あの目を閉じてじっと黙ってるあの瞑想って何をやってんのなんで目を閉じてなんでじっとしてんのその内面は、その本質は何何のためにやってんの っていうねその理解がきちっと落ちてないと、うん、続けようという気持ちもだんだん薄らいできてしまうし、そもそも、やっぱりね、あの形を続けるだけじゃ意味がないの。毎日私、うん、瞑想してます、目を閉じてじっとしてます、20分、30分やってますって言っても、うん 実は瞑想の本質からかけ離れちゃってる場合がある一方で、いや、そんな瞑想なんかやってないよという人の中に、もう本当に瞑想的な生き方をしてる人もいたりするわけ。うん、ちょっと何のことだって思うかもしれないけどね。<laughs> そういうところをちゃんと説明してるわけ。つまり、うん、瞑想ってね、うん、目を閉じてじっと黙ってなくてもいいわけ。あの、もちろんあれはあれで大事なんだよ。それはそれで大事なんだけど、うん、その本質は何かっていうところを正しく理解すると、実はね、日常生活が瞑想になるのね。 うん、そのことを伝えなきゃっていうやっぱり使命感があって普遍 <laughs> 意識瞑想というものを自分がやってる瞑想まあこれはね自分が今までいろんなことを学んで瞑想をねもう最初瞑想だったの田久保はこの今から25 2 5、う、五、ん、6年前かなスピリチュアル学び始めて、うん、<で>ああ入り口がねそうで、うん、いろいろ探求していろんな先生とか行って学んだりまた自分も瞑想を伝える先生の経験をしたこともあるんだけどでもそこからもいろいろと本質を というものがだんだん自分の中でアップデートされて、で、芦原美曽さんからのね、いろんなその霊明を通した瞑想の本質の学びなんかもあって、作り出したのが普遍式瞑想なんだよ。うん、で、それを伝えなきゃっていうことで、セミナーをずっとやってたんだけど、うん、やっぱりセミナーってね、うん、どうしても場所的な制約とか、なかなかね、タイミングが合わなかったりとかってあるから、そのセミナーをそのまんま収録して、そのまま教材にしちゃったっていうね。うん、うん。まあ、それが。 この普遍式瞑想セミナーーダウンロード教材です、ね、うん一日がかりでやってるねこのセミナーをそのまま収録して、うん、まさに自宅でセミナーをね<う>受けていただけるような形にしたんだけど、うんうん、やっぱりねさっきのた久保さんの話で瞑想を続けられないっていうことの、うんうん、まあいくつも理由があると思うんだけど、うん、もうついついね忘れてしまうっていうのもあると思うんだけど、うんうん、やっぱりね やってると、その、何のためにやってるのかっていうことが、例えばね、リラックス効果とかいろんなことあると思うんだよ。うん、でもそれって、うん、実は本当はそれって副次的な効果なんだよね。そうだね。うん。うん。うん、でもなんか目的が、なんかこう、例えば、 なんていうのこう、自己実現のためとか、うんうん、<laughs> ね、なんか、それこそリラックスのためとか、うん、副交換神経がどうのとか、なんか、ね、うん、<laughs> そういうのもいっぱいあって、それは確かに事実なんだけど、でもそれって本当実は副次的な効果で、うん、で、その副次的な効果を得たいがために、目を閉じてじっと座ってこう、うってやった時に何が起こるかっていうと、うん、もうまさに雑念。うん。こう、うん。こう、なんかこう、 瞑想しなきゃいけないと分かってるんだけど、いろんな考え事がわーっと頭の中に潜ってきて、もうなんかこうじっとしてるのが苦痛とか、うん、もうそもそもじっとしてるのが苦痛って人もいるしね。うん、こうなんか、そうね、挫折的な状態。うん、もうそれがもう5分も続きませんっていう人結構、うん、実は結構いるし。うん、あともうそれはなんか心地よくもう20分とか30分とかずっとやってることができても、うん、やっぱりその目的がずれてたりすると、うん、本質的な意味での瞑想に繋がってこないというか、うん なんかその辺がね、こう意外とみんなこの、まあ、いろんなね瞑想の目的があるからそれはそれで達成してるんだろうからいいんだけど、うん、ここでお伝えしている普遍意識の目覚めというかそこにつながるという意味での本質的な瞑想ということとはちょっともしかしたら意味が違うかもしれない。うんうん、だそのさっき田久保さんが言った日常生活が瞑想になるんだよねって多分ね。うん 初めて聞く人は何残っちゃって思うと思うんだよね。<laughs> うん、でもそれこそ実は究極っていうことが、うん、この教材を見ていただくとわかると思うし、うん、かつ、あ、そんな、こんな日常のありとあらゆる場面で瞑想ができるんだっていうことにも気がついてもらうと、うん、まあもう継続しない理由がなくなるっていうか <laughs>、うん。そうだね。うんうん、だから継続しちゃってるって感じになると思うんだよね。そのあり方が瞑想になるので。 でもそれをよりこうクオリティを高めるためにねじっと座って目を閉じる瞑想もすごく大事なんだよ。だからそういうやり方も伝えてるし、ねうん、でもその実はということを理解深めていただくので、ね、日常生活の中で瞑想のあり方になってくるわけ。うんうん、まあこれもねまだピンとこないかもしれないけど、そういう話をいろんな角度でしていて、<laughs> だからね、うん、ポイントはね、正しい理解と正しいやり方なんだよ。 でね、うん、どうしても普遍式瞑想とかって聞いちゃうと、やっぱりなんかじゃあ宇宙体験ができるのかな光体験ができるのかなってね、<laughs> なんかそういう妄想上のことがあるかもしんないけど、あの、うん、どんな体験なんていうのはね、人の数があるわけ。で、でもね、うん、大事なのは、何のためにという理解であるとか、どういうことをしてるのかっていう、まあ、まさに正しい理解。 あの、うん、いいんだよ。いろんな願望実現法の瞑想法もあるけど、それはうちではやってないので、どうぞそういうところで学んでくださいと。普遍、うん、式に目覚める、本当の自分に目覚めるために有効な瞑想法だったら、ぜひ、普遍式、瞑想、身につけてくださいっていうのが言えるよね。<laughs> で、そのために大事なのは、どんな体験をするとか、どんな感性があるとか、瞑想が苦手とか、ね、得意だとか、関係ないのよ。正しい理解と正しいやり方を自分の日常生活で実践していくこと。 もしくは日々それを意識して、その、例えばずれて,てもそのことに気づいて戻すとかね、いろんなそういうノウハウを実践していくことによって、日常生活が瞑想になってるから、日常生活を過ごしていることそのものが瞑想を続けてることになったりするわけ。そういうことが理解を深めていただけるし、やり方もね、身につけていただける、うん うん。あともう一つね、私、この普遍式瞑想のいいところはね、うん、もうすでに瞑想を習慣化されている方もいるじゃない。うん。うん。で、でも、いわゆるこう、本質を求めるための瞑想というものを、うん、もちろんすごくこう、丁寧にお伝えしているようないろんな手法とかもあって、それはね、もうぜひ続けてほしいと思うんだけど、うん、じゃあこの普遍式瞑想は私はそっちやってるからいりませんというよりは、 意外とその本質的なことをちゃんと伝えしている瞑想でも、その理論というのかなその、その辺がね、ちゃんときちっと言葉として明確に明瞭に伝えているところって意外と少ないなって私思うんだよ。うんうん、なので、そういうのを続けている人でも、もう一度この普遍式瞑想を学んでみると、あ なるほど。あそこで言ってたこれってそういうことのためにこういうかやり方をしてたのかっていうことがね、こう繋がってくるとより、今までやってた瞑想の理解が深まり、うん、また実践が深まっていくような気もするんだよ。うん、だからその他の瞑想と戦わない。その、うん、うん。そういう意味でも、一回学んでみる価値はあるんじゃないかなっていうのすごく思ったりするよね。うんうん、そうだね。そのセミナーのね、講義の部分はね、まあ、ある方が言ってたけど、その、 うん、活用されてる方がね、もう本当に究極の心理の集大成だってね、言われた方もいて、もうそのぐらいね、うん、瞑想を学ぼうなんて思わなくても、ものすごく大変になると思う。もうここにね、ね、覚悟が言わんとする集大成があったりするので、うん、で、それをこの日常生活で瞑想的なあり方をすることと同時に、この目を閉じてじっとね、黙ってやる、その形としての瞑想のやり方とか、 あとね、うん、例えばね、この日常の中でやっぱりね、人に対してムカッと来たり、カチンと来たりね、腹立ったりするときにね、うん、これ許しっていう手法があるんだけど、その許しっていうものもね、うん、本質的には瞑想と同じなんだよ。で、そのクイック許しレッスンっていうね、うん、ちょっとしたこう技とかね。まあそのように、こう日常の中でね、即活かせるようなね、そういうノウハウなんかもあるので、うん。うん。まあぜひね、興味ある方は学んでいただければなと思うよね。うん、そうだね。うん。